気づかない。見て、N って書いた。ノエノンの N。撮るよ。はいさん、はい、あ、はい、皆さんこんにちは。ももかチャンネルです。なんでだよ、はい、なんでだよ。そしてナイランマイゲブです。イエイ、あたしです。はだしです。はだしな。ということで、なんでほのぼのこんなメイクをしてるか、皆様動画見てくれたもんね。ね、怖い女子って。うちがしてるときこんなテンションなかったよ。本当に今回は私が今回は私がもうのこうしていく。怖い女子。それではやっていきましょう。とりあえず今回もポップティーンを参考に USJ にナナたち行くんですよ。 USJ に行く予定なんですよ。で、やっぱ皆さんゾンビメイクを USJ にしてってるということで、練習を兼ねつつ、多分 USJ の日のゾンビメイクしてる様子は多分バタバタしててあげられないと思うので、あらかじめやるということでございます。はい、ほのぼのはもう自分のメイクもバンバン使っちゃいます。ノエノ、前回はほのぼのはほとんどダイソーメイクでやったんですけれども、ノエノなんか前回ボンド使って特殊メイクやってみて。ボンドじゃないこれね。あ、そう、これさ、手に自分でやってみてもいい？あとでね。今やってみます。多分これ塊をこうやって取ってやるんだと思うんですけど、きったな、なんかこれあれじゃない、こういうやつじゃない、煙じゃなかったわ。あ、でもなんか毛みたいなのが入ってんだよね。腕毛かなあれ、渋谷ジャパンさん。いや、これ毛が入ってんだな、これ本当に毛だ。こんな感じ、ここにします。めっちゃ伸ばしてるんだ。量が多いのかもしれない。黒化してくんない？黒いアイシャドウ。あ、でも、あ、まあまあまあ、見える見える。ちょっと角度によっては見える。もう早くメイク始めたいんですけど、スライムつけてるみたいなんだよね。それでは始めます。マスカラがあったんで、これダイソーなんですけど、このマスカラでちょっとグロテスク感出してきます。これじゃビビッとすぎるんだ、中が。ちょっとこれ馴染ませていきます。美容系 YouTuber。馴染ませて、こういう風に伸ばしていくって感じですね。叩き込んでいく感じがこう、いいかなと思ったの。こんな感じでどうでしょうか。あー、結構でも、あー、痛い！はい、じゃあお願いします。なんかお話ししてもらってもいいですか？こんにちは。ボロマンさんと USJ 行く予定なんですけども、皆さん乗り物は乗りたいんですか？いや、大丈夫。フライみたいな、そんなの。早くなの？ね、乗ってたかもね。いや、でもなんか私、あのハリドリじゃあとりあえず乗ろう。出たー、そうやってなんか委託してくるやつ。 C の C？ ディズニー C のフライングダイナソーじゃなくて、なんだっけあれ、なんて言うんだっけ、あの新しい乗り物、エプソン見て、ソワリン、ソワリン。エプソンって、ソアリン乗った時に妹とパピコが、これは USJ のハリポッターでしょ、ハリポッターこんな感じよって言われて、あ、楽しそうと思って。ハリポッターもっとすごい。そう、なんか、え、あれディズニーは2、3回乗ると酔う、そのレベルなんで。私それ乗りたいなと思って。ハリポッター、ソアリンって映像だけじゃないですか、うん、ハリーポッターは映像行ったり現実行ったり、映像行ったり現実行ったりで、雲のところでカシャーンって撮られるんですよ。へえ、楽しそう。私ハリーポッターでも、グッズが好きなんですけど、うん、映画1個しか見たことない。ハリーポッターは開演と同時に走ったらいけるよ。結構遠いんですよ、端の方で。一番端のフライングダイナソーを私行くんで、また別コートになっちゃいそうですね。は？子供の泣いてる動画見たヒートグッドボタン、チャンネル登録よろしく。ねめねめね、メイクちょっとすぎちょっと待って、あんたメイク下手くそすぎんか、今からやるの。ちょっとやばくない？クマかよ。大阪いいな。ハロー、グッバイ、大阪。めちゃめちゃ、とりあえずカニ道楽行こう。とりあえず USJ だって。カニ道楽ご飯食べたい。カニ道楽行って、目開けて。もう十分ハロウィンメイクで。ご飯食べてグリコン。そう、グリコンのとこ行きたい。あそこ行きたい。ねえ、粉めっちゃ飛んでんだけど。絶対的に最終的に意味なくなる、これ。絶対的に最終的に意味なくなる。私は、あの、今回、その、行くね、それもアイシャドウじゃない。ちょっと待って、アイシャドウをさ、そんな風に寝たの初めてなんだけど。私は、結果的に、ちょっと待って、本来さ、これ、ハイライト入れてくるなんでシャドウ入れてくんの？わけわかんない。ただでさえ話しちゃうのに。私さ、やっぱさ、USJ はさ、何笑ってんの？震えてる、震えてる、震えてる。わかるわかる。はい、はい。これさ、やばくない？ちょっと待って。ちょっといい？お笑い芸人に言ってますね。ほうれい線大事だもんね。かわいいよ、大事。かわいいよ、正義。してあげて。ベイソンよりもきつい。え？いいよ。
誰って僕は書いてきたけど誰だし、これチークするよ。チーク入れた瞬間の芸人感が半端じゃない。ほのぼのこんなメイクしてきたやろ。うん、え、あ、うん、え、ほうれい線大事。これ言ってなかったかもしれないんですけども、ほのぼのが USJ でやっていくメイクをノイノイにやるっていう手でやってるんですよね。手、本当にやってよ。海の中にいるよね、多分これ。全くハロウィン関係ない、これ。またほくろかけるのか、この人。あれ？これさ、あれ？ほくろ一緒やわ。ねえねえ。やっぱさ、三角形にしとこう。ここにもう一個書いて。夏の大三角形。夏の大三角形。危なこれ、ぐさっとされたこと危なあ、そう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 。よくゆうちゃん、涙袋かわいいねって。ほうれい線のとこなじませないの、これ。うん。まあ、なじませないのって言っても、なじまないけんね、濃すぎて。何を使ったらこんなに濃くなるの？ミックス。ミックス。出たことないのよ、私、マジ。うちもない。ディーディー。あ、ちょっと。やめて、やめて。ディーやめて。ねえ、ハルコさんインドネシアみたいな。ネシアって何ですか？インドネシア。インドネシア。すんべ。こんなメイクしたの初めて。あと口に。だ。臭いそのやつ。知らないよ本当に。包帯巻きまーす。私の毎日メイクこんな感じになってます。これさ、本当さ、お化け屋敷できるよ。そうそうそう、めめめめめめめ。め。そういうやつだよ。私のこっちの目のメイクはどうしたの？隠します。意味わかんないんだけど。言ってなかったですか？このまま顎まで行く。顎まで行くってどういうこと？待って待って。顎を。虫歯？でもさ、ここにさ、線入れるとさ、ほっぺがぶっくりして見えるね。ちょっと可愛いかもしれない。なんでほんと、メイクの術あるじゃんか。顔出てきてみ。支えてございます。なんでございます？お魚くわえた。逆にさ、肌が綺麗に見えるほくろの数多いと。こんな感じです。じゃあ、ノイノにやられた、やりますよ。ここら辺がいいんじゃない？ちょっとこっち向いて。いや、そこめっちゃ髪の毛なんだけど。めーめー、口。こっち向き？こっち向き？おー、めーめー、口。飛んでんだって、めっちゃ。本当見て、こっちの方がキッズっぽいんだけど。今日袋チョイス間違えたわ。お兄の服だって言ってんじゃん。私にやっちゃダメよ。クリだろそれ。自分から求めても。あまべっぺんめきめみさいな。見て、N って書いた。ノイノンの N。ほのぼのの H も。いや、いい、いい。遠慮しとく。ということで、ハロウィンゾンビメイクの予定が。ゾンビじゃなくて、事故のコントみたいな。あ、見てほら、ここにも N って書いてある。サムネ撮るちょっと。めっちゃいいサムネ。ということで、当日楽しみしててください。どんなメイクするか。何ですか？するよね。ほのぼののこういうメイクね、楽しみだなと思った日とグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。これ結構おすすめかもしれない。ダイソーのほのぼのは固めに眼帯で、その中にこう白いカラコン入れて、こう動画の時に。あれ、じゃあ今日と白いカラコンは眼帯は何これねえ。よしこ入りまーす。ということで、私もハロウィンメイクするよってヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。私もハロウィンメイクするよっていうヒート、ハロウィンだと思うヒート、ハロウィンだと思うヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。やっぱあの方たちとコラボして楽しんでもらいたいな。どんなヒートもグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。このメイクおふざけすぎましたけど、ここママさんめっちゃすごいの楽しみです。びっくりする。この顔で言いたくない、ごめんなさい。ちょっとここママさん見てすごいでしょこのメイク。やめて見てたらコメント欄に上手か下手か書いてください。下手に決まってんだかよ。なんじゃこのメイク。ノエのセンスあるくない？と思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ほのぼのメイクやばくね？と思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。え、これでノエの USJ 行ってほしいよっていうヒート、グッドボタンが1万いったらノイノこれでいくんで。やめてやめて、本当にやめて。はい、皆さんグッドボタン1万、1日で1万いかないと、私はいかない。これで1日で1万いったら、いや、マジ、おいおいおい、よし、うち1万個アカウント作って。
多分ね、この動画が撮るときにはもう USJ 行ってる可能性がある。ということで、残念ながらグッドボタンは反映されないんですけど。だから今度、じゃあ、ももかちゃんたちと会うとき、うん、会うっていう約束をして、そのときに、1万いいね、1で1で行ったら、この化粧で行くっていうのどうでしょう。まあ、1万は行かないから。行ったらどうする？やるやるやる。この子はさ、ポップティーのメイクを参考にって言ってたんですよ。ポップティーのハロウィンメイクを参考にって言ったんですけど、こういうメイクがあるんですか？ありませんよ、そんなメイク。ない？ポップティーのね、メイク、いいの載ってるんで、まだ見てみない方は買ってみてください。でも多分もうこの時期になっちゃうと、売ってないから早く編集して。ポップティーすぐ売り切れたんですよ。今回もね、このメイク参考にならないと思ったんですけども、うん、ポップティーンを参考になるんで、ぜひ、あったら買ってみてください。本当に涙袋がさ、ぷっくりして見えるね、これ。今回ちょっとこれ逆に走りすぎたんですけど、ほのぼのとももかちゃんがやってる、ハロウィンメイク。出ないよ。知ってる？くしゃみが3回出たら、両思いなんだって、好きな人と。ほのぼのとももかちゃんがやってるハロウィンメイクのやつは、かなりクオリティが高いので。そう、ももかちゃんのクオリティ高いよ、ね。高いから、そちらの方を見てください、ちゃんと。前編でほのぼのがももかちゃんにメイク。後編はほのぼのがももかちゃんにメイクしてますので。時間がない方は後編を見ていただければ、2人のメイクがもう完成している状態がわかるので、後編見るのおすすめです。で、45秒踊ってるんですけども、普通バージョンとゾンビバージョンがあるんですけれども、ゾンビバージョン。あ、それ本物番組に上がってるので。はい、ゾンビバージョンめちゃめちゃ面白いんです。本物番組に上がってるので。後編にも上がってるので、45秒は。後編全部詰まってるんで、見るのおすすめなのは後編です。ほのぼの番組です。45秒見たい方はね、45秒しか上がってないやつがあるから、はい、ほのぼの番組で。それでは、キアビビー。バイちゃん。それでは USJ 行きます。せーの。ありがとう。じゃあ片付けといて。あれ、ブリッコ先生だった。ブリッコ先生も体張るようになったね。